はい、こんにちは。続きまして5、6年生の課題です。富士山のっていうこちらの手本ですけれども、もうね、秋なのに去年のこのぐらいの時期のこの手本もっと難しかったと思うんですけど、少しや、ね、優しくなりましたね。ここ空いてますので、そういうところもちゃんと見ましょうね。これ書写っていう部分では、この空きがあるのかないのかとか、詰まり具合とか、最後がどうなってんのかとか、意外とこれがね重要になります。文字ももちろんそうなんですけどね、そういうところは真似するようにしてくださいね。元の手本を見てもそうなんですけど、意外としっかりです。すごくしっかりですよね。書き手にもよるんでしょうけどね、すごくしっかり書いてますねっていう印象です。なのでちょっとしっかりめにいきましょうか。流れるようなのが好きな方もいれば、でもなんかいいです、別にいいと思います。これで、うかんむりですけど、1、これだんだん強くしますよ。スッと、こういうところは力を抜いてください。スーッといって、少し肩を落として、で肩を落とすんだけど、力抜い、ここはね力入れてませんけど、ここは入れてください。キュッと入れて横にスッ、この時手の動きは結構スッて激しく動いたように見えますが、こんなに小さいです。小さく、強くっていう感じかな。で、ここにもこうキュッてなるような線質で、ここですね、これ長さを出しません。ここのやっぱりこう口とかの横のラインとか、このうかんむりのこの横のラインとか、こういうところはほら、この線質とは全く違いますよね。これ別物なんです。このギュッと上がる線質っていうのは太く短くていい、これは3とか2とかの第1画目にあたるやつですね。そうで、これもキュッと締めます。キュッと内側にね締める。そう、口も締まってたでしょ。これ締めないと間抜けな感じがするので、そこしっかりやりましょうね。で、次もスーッと、だからここはこの隙間作れたなら、これに合わせるように開けようと思えばいいです。で、口とか田んぼのだとか、こういう四角いものを描くときに、上はいつもふっくらさせてねって言うと思うんです。で、そのふっくらさせるっていうところも考慮しながらやるわけですよ、ここを開けるように。ってことは、第1画目をこう書くときも少し下から行かないとなっていう、ここ隙間が狭いからって、あ、ちょっとあんまり下に行っちゃうと良くないななんて思わないで、下に行っといて2画目の入り位置をよく見ればいいです。そこで合わせることができますので。で、右のこういう線っていうのは太くしっかりがいいですね。基本的に縦っていうのは太いです。で、ここも縦っていう扱いですよ。この四角の中の縦って、あんま縦ってイメージないかもしれないですけど、ここ縦なのでね。で、ここもしっかり、あ、なんかちょっと曲がっちゃったかな、今ちょっとふにゃって曲がっちゃいましたね。あんまりこういうの良くない。こうに今なっちゃったの。これね、なぜかっていうと、この入りがきっとね弱かった。置いてしっかりこういう向きの方がいいです。力の加減はこちら向き、こちら重視というかね、毛筆を思い浮かべるとよくわかる。こっちにしといて、こう本来こうね、ちょっと今2回目描いちゃったから太く見えますね。そう、筆の文字っていうのは、なんでそんな勉強になるかって言ったら、どっち側に重心を傾けるとどういう線になるのかっていうのがすごく分かりやすいんですよ。それが分かってると口筆にすごく活かせます。ペンでもそうです。大人の方のペン字とかでも、
安定しなかったりするのはなぜかっていうと、その重心の取り方、持っていき方がね、ちょっと違ったりすると縦の線がブレたりっていうのがありますから、その辺を見直すといいんですけどね、なかなかね難しいとこですよね。富士山の夜明けの空、縦のラインしっかりと、そうそれで真ん中のラインなんですけど、まあ本来ここ真ん中に持ってくるのがいいですが、ちょっと今私脳のつながりのままこうやって書いてしまったので、ちょっと大人っぽい感じにはなっちゃいますね。ただそういうところも徐々にやりたいなっていうのはあります。もう 5,6 年生の課題ですからね。そう、脳があってのこれでこういう風になって次があるよっていうところの書き方。最近そういえばそのつながりのことに関してあんま言ってなかったかもしれない。随分ね、その元の手本がきっちりしたような感じが多かったからかな。夜明けの空、赤冠じゃないね、穴冠、空多いですね。判断がしやすいのもそうなんですけどね、いい季節になりましたから、またねやっぱ空が綺麗だったり思いますもんね。はい、で 5,6 年生の場合は行なので特に手本の置き方には注意してください。必ず置くこと、これ置いておけば隣にね、隣に置いて一つずつをそこの感覚で収めることができれば大きく間違えることないわけですから、これをねこう離した状態で見ることほど、なんて言うんだろう、もったいないことはないかな、せっかくあるのにねって感じになっちゃいます。はい、雲、さっきの学年かな、そうね、雲 3,4 年生ですね、出てきたのギュッと上がる性質、これ一画目、ここに関数字の2が含まれてますよっていうやつですね。ギュッと上がる性質に対してこれもだんだん強くしていきます。ここがこういう力の強さね。でそこからこれスーッとで肩落としといて、これと一緒です、肩落としといて強くだけど短くすみたいな、そんな感じ、なんか止まってるように見えるけどこれ、ね、そう、筆では結構ギュギュギュってこうなんか止めるように、止めてるわけじゃないんだけど、そういう風に見える書き方がすごくあって、表現の仕方なんですけど、鉛筆でそれを出そうと思った時にある程度こうシュッてやらないとそれがね出にくいんですよ。そうするとでも間違うとやっぱりドカンと大きくなりがちなので、その辺ちょっと注意が必要です。なるべく中の点の邪魔をしないようにしたいので、ね、そうするとこの子たちがこう伸び伸びとね大きく動けますよね。はい、ここにも2が来ますよ、こういう2ですね。でそう、これ無の入り出しっていうのは中心でいいんです。これこっちから来ないように中心から一旦離れてもう一回こういう風に来てこうです。この辺りのカーブの仕方もよく見てくださいね。で大事なのが最後のこの点、これもギューッとだんだん強くしていきます。こっちがです、がはい、これもそうね、ここの点の打ち方もしっかりとだんだん強くするように。はい、変化、あ、ちょっと大きくなっちゃったかな、ちょっと大きいですね、帳尻が合えばまあいいんですけど、
で、美しい点は2つの点立てましょう。これまず1点目こんなに立ってますよね。ふわっと丸い感じですけど立たせます。はい、ここに3の応用が来てます。ギュッと反らせる線1本目、縦がこう入りますけどちょっと短めにしておいて、なぜかっていうとここすごく狭いですよね。狭くしたいから短くしておきます。それから真ん中の線はまっすぐでいいです。で次少しほら少しなんですけどこういう感じなんですよ。ここにまず3がここに来てます。で4なんてこのね4本線で書くなんてないのでね、ここには1がこうにやってきます。で真ん中置いてキュッと、で下のラインを揃える。少し線より右から入って左に行くけどもう一回右で終わります。はい、絵ですね。いが、あこういうところね、ここはまあ平気か。頭ふっくらさせておくっていうところと、こう逆台形のようにキュキュッと締めます。必ず締めてください。こういう字締めとかないとかっこ悪いですね、これね。あともう一つここ、はい、しっかりと入れたら、折れはしっかりここもね、こういうラインで持ってきます。映ってないっていう、大変大変。ここ しっかり入れて、キュッと反らせます。ここの反りがないとすごくあの、なんていうかな、あのなんか絵を描いてる、絵を塗ってるみたいな、なんかそういうなんかベターってやってるような感じに見えちゃうので、こういうところの動きはつけてください。ここもしっかりでギュですね。ここねこういう大きく入れて大きくここも出していいです。のようです。はい、一気にいきましょう。ひらがなの連続ようでなので、上点行ってもいいですけど次すに行っても構いませんからね。です。はい、で小5小6小5小6。はい、今月も頑張りましょう。